字なんか読めなくたって、その腕と度胸があれば生きていけるんだよ。そうそうそう。敵を残して亡くなるなんて本当にお父上も当たりましたな。この広い江戸で敵探すなんてさ、富くじに当たるようなもんだぞ。よえ。ああ、えだって仇討ちが成功したらですよ、百両ここの店賃全部払ってお釣り来るな。なんとか捜査が殺されずに敵が撃てるいい手はないんかね。忘れてました。剣以外にも父から教えてもらったことがありました。よかったじゃないですか。ソーザさんはクソを餅に変えたんです。仇討ちはよ儲かるんだ。